マイレベルス 1-1 スタンダード一発ネタ 1-1 ということはもう普通に進んでいけば大丈夫か。あーっとちょっと出遅れた3番手ただそこでうわーそう変な風にジャンプさせられた。くっやばい。うわっとここゴール。えっうわーちょっと待って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 すぐ真下に降りていれば多分こっちの方が早かったはず。こんなに近かったのかゴール。皆さんこんにちは、キリアです。今日もスーパーマリオメーカー2みんなでバトルやっていきたいと思います。スーパーマリオワールド 1-2 ノットフィンどういう意味だ。これ後ろからここら辺でジャンプしていくと前の方に進んでいける。おし、これは大きいぞ。ここで先頭を張れて、あー、なんか大きいジャンプはしない方がいいな。地面が見えなくなるのはちょっと怖い。これで、あーっと今大きいジャンプだった。ここでブンブンがいる。もうゴールないか、この雰囲気。もうそろそろゴール。あ、ここで、中間。何か取った方がいいかな、アイテム。アイテムあるかどうかわかんないけど、床が見えない。あ、ただもう来てるから、ロッシーが来てる。おーし、よし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 。これは、先行できたのが大きい。イエイ。トライアルコース1、スタンダード一発ネタ。トライアルコースの1なら、もうこれも簡単な面なのか？ダッシュ決めるのはここら辺、あーなんかちょっと変な感じなんだけど、こんな感じで、後ろから座ってしまった。なんか大事に行き過ぎた。おー、これで、行ってしまえ。届くか？あそこのハテナスブロックも気になるけど。おって、キノコが手に入る。で、タイミング的に、こんな感じか。ちょっと大事に行き過ぎか、これは。あー、ダメか、ダメか、ダメか。大事に行くべきだった。しまった。上に上がって、そして下に下がってくるところでジャンプすれば一番、届きやすい、感じですが。あ、取れない、取れない。中間。あー、ブンブンか。ここでまた足止めされてみんなが同じ感じになるのが一番辛いけど。よし。こって、ん？違う？ブンブンじゃない。カメックか？持ってるの。これはでもダメージ受けてでも入る。これで、まだか。ここ取って。しまった、しまった、しまった。大丈夫か？大丈夫か？あー、キノコ取れなかった。ちょっと待って。キノコ取りたい。ただ、もう、あの二人が足止め食らってる間になんとか。うわー、ダメか。あー、ちょっと待って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 。やばいやばい、焦るな。焦りすぎ。一回やられた時に、いかに焦らん、ちょっと待って、なんだよ、あの日は。一回やられた時にいかに焦らないかですけど、うっす、ちょっと待って。ダメだ。結局ダメだ。おっと、二人。8ビット、リャン。スタンダードギミック。ちょっと出遅れた。うわぁ、ちょっと、マジか。下から溶岩が上がってくるコースか。ちょっとだけ先に死んだからその分有利か。さあ、これでじっくり行けば、あ、でもダメか。じっくり行ってる暇はない。もう、ルイージ上がってこられない感じ。あんなの。防ぎようないでしょ、初見じゃ。いやー、でもこれもう無理じゃないか。無理ですよね。そしたら、ここで、こっち行って、次の、のこのこが来て、うわ、上からも来るのか。ちょっと待って。これは、こっちいいのか、でも進む道は。あのキラーをやり過ごして右に行こうとしてもまた来ますもんね。これちょっと今入っても死ぬので、ここで待機はできるのか。さあ、残り時間140秒になったところ。
俺はまたルイージ死んでるっぽい。これで上のノコノコをやり過ごした後にここで上がる。よし、これここで OK か。で、あ、しまった、ここでカペちゃん、よし、これは大きいぞ。この中間取れたのは大きい。よし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 。んで右、これ下大丈夫、どうなってんだ、下はどうなってるんだ、下は。ちょっと待って、これ分かってないと無理じゃないか、これは。お、そしてルイージのやられた声が聞こえましたね、今。これでこの辺か、よし。うわーうわーっと、これは焦るな焦るな焦るな、よしだはあ、助けてください。27家目パルコース、スタンダード、スタンダードのタグがついている。コース名はよくわかりませんでしたが、これはどうする、あのハテナブロック、あ、ちょっとハテナブロックで、よし、これってこの、あ、しまったやばい、前にいる人たちを助けてしまった。しかもすぐゴールだったのか。チビマリオで進んでいったルイージが一番早かった。ジャングルショートカット、ショートカット、コイン54枚以上取ってからゴール。コインと、そしてファイヤーバーがある。危険なところのコイン回収はみんなに任せるか。そんなに急いで行く必要があんまりないと思うので、よし倒した。今のスナイプはうまかったぞ。上キラー、このあれは1アップか。そしてここのコイン、あー、ちょっと回収できなかったけど、ちょっと後ろの人に任せましょう。で10枚コインがここにある。ちょっとゴール、おーし、よし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 、うまい具合に54枚目を自分取りましたね。これで一番乗りでゴール。マリオタイム。3D ワールドボスラッシュ。ボスラッシュか。ボスラッシュならもうこれは前を、頑張っていく必要がないので、後ろからじっくりパワーアップアイテムを取っていきましょう。でキノコ取って、そしてここに入っていく。向こうか、ブンブンがいる。あー、しまった、タイミングが。あー、しまった、ここにいたのか。あの透明になるブンブン、あれにも慣れないといけないな。ただボスラッシュという名前だったので、まだまだ余裕はあるはず。この後クッパジュニアとクッパとかそういう感じかな。少なくとも3連戦ぐらいラッシュという名前だからあるでしょう。なかなかドカン入れなかったけど、まあそれでも大丈夫。さあ、これ、おっぶね。今度こっち、あ、今度はこれか。よしよし、キノピコを始末した。あー、取れなかった。行く、入ろう。これはここから出てくるだけか。キノコがここにあるのか。ただもう取っちゃったな。ああ、今自分どこだ、自分どこだ、こっちか。あれ、当たってない今。とどめを刺した人が、あー、それパスしちゃった。とどめを刺した人が有利ですが、このでよし、入れた入れた入れた、これ入って入って入って、入れなかった入れなかった、今入れなかった。まだか、まだまだ中間。んと、これはよし、
うーおーくばちょっと待って、これ猫マリオでクッパと戦うのか、これで引っ掛けで倒すのか。いや違う、みんな向こう行ってる。ん、うん、うん、クッパは倒さなくていいの、もしかして。やばい、なんか一人だけ出遅れてしまった。マジか。うーん、これはちょっと厳しいぞ。今の今の判断ミスは痛い。いや、ただ戻ってきた、戻ってきてる、戻ってきてる。で、なんかいっぱいいる、いっぱいいる。これは一体、とにかく進もう、とにかく前に行ってみましょう。うー、クッパがここに来てる。ダメだ、ダメージ食らうしかない。よし、よし、よし。マリオ抜かした。ただ、ルイージが前に行っている。ルイージがかなり前に行っている。P スイッチ。いやー、これスターかもうボールっぽいな。P スイッチがないとクリアできないのか、そういうことじゃなければいいけど。こっち、どっちだ、そっちだ、どっち行けばいいんだ、これ。危ねえ、死ぬかと思った、今。中間？ここで中間？これは？ん？これは一体。やばい、こっち。重い、重い、何？今自分は何をと戦っているんだこれ。これは一体どこがゴールだったんだ。びっくりマーク2つ、謎解き一発ネタ。謎解きか、びっくりマーク踏む、単に踏むだけじゃ謎解きってなんか違う気がするけど、いや、合ってるのか。ちょっと今様子を見ちゃったけど、うわっと、あ、あれ乗っていかれてたね、なんか。やばい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 、死ぬ、死ぬ、死ぬ、早く、あ、こっちだ。ちょっとこれはきついぞ。ここで、あ、ダメだ、ダメだ。これで、あー、なんかマリオ、マリオのあの、あー、そこで一緒に上がっていかないとダメなんだよな。マリオがただこれで落ちてる。キノピコも、キノピコじゃない、キノピオも当てて落ちるはず。あー、復活してる。いやー、やばいやばいやばい、これちょっとむずいぞ。この争い、誰があそこをヒップドロップするかの争いが。これで、こういって、で2回2つ目を叩くのか。おお、ナイス。ここはこれどうなんだ。ああ、間違った。ああ、しまった。たたたた、ああ、ここ2マスじゃ、ちょっとこれヒップドロップ できないのか。うわー、なんか、そうかそうか、あの時キノピオと今キノコを取る争いをしている時にキノコを取る必要はなかったのか。ルイージがもうすでに先に行っていたから、ルイージの後を追う方が大事だった。で、ルイージの後を追って2番手で走っていれば、その後ルイージが多分ビックリマーク2つ最後にあったところの左側を叩いてそれで死んだと思うので、それを見ていれば、二つ目のビックリマークを叩いてゴールできていたな。しまったな。